ということで、今回お時間30秒間差し上げますので、あら、すっぽりボールが入ってますね。あの30秒間、1人30秒間差し上げますので、30秒間でけん玉のね、お皿で大丈夫です。あの剣先ちょっと難しいから、お皿に何回乗せることができるか、1回入ったら1ポイントなので、いっぱい入ればその分ポイントがたまります。ではトップバッター、マー君だね。準備はいいですか？何、皆さんもあの一緒にカウントお願いします。そんなね、道具で変わんないと思うよ。じゃあマー君いきましょう。あ、これけん玉協会認定のやつね。じゃあそれにしましょう。はい、じゃあそれにしましょう。では皆さん30秒間でマー君が何回けん玉ができるか、じゃあちょっと最後近くで 数えながら見てもらっていい？ではいきましょう。よーい、スタート。さあ30秒間ですからね、多ければ多いほどポイントが加算されます。さあ今のは失敗ですよ。はい、10秒を経過しています。さあまだ1回も成功していない。頑張れマー君。さあ焦れば焦るほど難しいのよね、けん玉ってね。残念、これダメです、これダメです。認め、そんなことしてる時間過ぎていくよ。はい、まもなく5秒前ですよ。5、4、3、2、1。はい、そこまで。マー君0ポイント。ダメです、あれはもうけん玉協会が認めません、そんなことはね。では次、鬼って言わないで。次、ズーちゃん。はい、じゃあズーちゃん真ん中にお願いします。豆を投げないでください。じゃあズーちゃん真ん中にどうぞ。あ、なんかちょっと、え、マイナス10ポイントにしたの？ダメダメ、0ポイント、0ポイントだから。じゃあズーちゃん準備はいいですか？制限時間30秒間です。よーい、スタート。さあ頑張ってね、お皿だからね、ちょっと優しくなったかな、前やった時よりはね。惜しい。さあなかなか苦戦した。おっと、暴挙に出ました。10秒経過です。お、 OK、 1回成功。さあ時間はどんどん過ぎていくよ、頑張ってね。惜しい。さあ20秒経過、これはダメですね。さあもう間もなく終わってしまいます。5秒前。5、4、3、2、1。はい、そこまで。ズーちゃんは1ポイントでした。拍手。オリジナルの計算でなんかあのどんどんポイントが加算されてるようなんですけど、大丈夫ですか？ズーちゃん1ポイントにしといてもらっていいですか？すいませんね。ちょっとなんか不服そうですけど、じゃあ3番目はりんちゃん。はい、じゃありんちゃん真ん中にお願いします。さあ30秒間に何回ね正解するか、すいません、正しい使い方をしてくださいね、けん玉っていうのはね。では準備はいいでしょうか？よーい、スタート。さあ制限時間30秒間、今入ってもポイントにはなりません、ズーちゃん。さあ惜しかったりんちゃん、まずは10秒経過。惜しい。さあ膝を使って、おっと OK、 もう1個。20秒経過、頑張ってりんちゃん、残り時間少なくなってます。 OK、 2つ目。5秒前。5、4、3、2、1。はい、そこまで。見事決まりました。りんちゃん3ポイントゲット、拍手。素晴らしかったですね。さあ得点表皆さんご覧ください。スライディーがチャレンジする前なのに100ポイント入っています。おかしいですね。ではスライディー準備はいいですか？ OK、 やり方は分かったね、大丈夫ね。ではいきます、スライディーのチャレンジ、よーい、スタート。お見事。惜しい。さあ制限時間30秒間です。まずは1回成功。さあこの勝負どうなるか。惜しい。はい、10秒経過。惜しい。スライディー上手ね。惜しかった。さあ皆さんも応援してください。さあ頑張って。 OK、 2回成功。はい、10秒前。対決その1はスライディーが5ポイントでだいぶリードをしてますが、けん玉協会のだからね、あのいい木を使ってますからいい音がするんですよ。では